行派駅の出入り口及びホーム行派駅は山口県岩国市行派にある西木川鉄道西木川西流線の駅。単式ホーム一面一線のみの地上駅。無人駅で駅舎はなくホーム上に屋根付きの待合所を備える。単式ホームの岩国方線端部に一箇所、出入り口を備える。トイレ、売店の類はない。駅前後部分の軌道面が駅のすぐ側にある。 道路面より高くなっているため、駅ホームもそれに合わせて高い位置に作られている、掲載写真画像、行派駅の出入り口及びホーム、参照。当駅から、ほぼ東南東の方向の、当駅とは、西木川を挟んで、反対側を走る、国道187号線上に、行派駅入り口バス停が存在する。駅への階段入り口から西木川を越えて500メートル程度の、 ところに1、2017年11月25日時点で、いわくにバスが毎日を往復運行させている。なお、現在のバス停名称、行波駅入口について、2016年3月25日以前には、北河内の名称で運用されていた、行波仮上向場に関するカテゴリー。ありがとうございます。